こんにちは、旬ダイアリーメンバーのすずです。今回の動画は約5割が落ちると言われている最終面接の対策方法をソワさんに解説していただく動画になっております。ソワさん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。人事コンサルティング会社人材研究所というですね、会社の代表をしておりますソワと申します。これから最終面接増えてくる方多いと思うので、この動画を見て参考にしてください。また今回の動画でも大手6社に内定した元専修大学の先輩の面接の想定質問集を配布しておりますので、ぜひこの動画を見た後対策する際に参考にしてみてください。今日一緒に聞く就活生の福山くんです。法政大学3年の福山稔です。お願いします。お願いします。まず一つ目ですね、最終面接は面接中にどういう点に気をつければいいのかっていうのを教えてください。まず最終面接って言われても大きく分けると意思確認と言われるようなものと、もう一つはガチの最終面接というか、これが大きく分かれるので、それを確認する必要はあるとは思うんですね。最終面接両方で必要になってくるのは、それまでの面接と違ってより志望動機が重要視されるということなんですね。最近は実は志望動機は初期の頃の選考ってそんなに重視されなくなってきてるんですね。昔は志望度が足りなかったらうちの会社に対する熱意が足りんとかって言って落とす企業って結構あったわけです、はい、ところが今それは時代遅れというか、よく人事の間とかでも言われてるのは、志望度は評価するもんじゃなくて採用担当者が頑張ってあげるもんだっていう。初期の頃はそんなに気にする必要なくて、薄い志望動機しかなかったらそのまま言えばいいしね。本当はそんな深くもないのにめちゃくちゃ行きたいんですって言ったら理由聞くじゃないですか、はい、その理由がしょぼかったりすると、そんなにやりたいことなのにこの人はこんだけしか熱意のない人なんだと、むしろ低評価だったりもするぐらいなんで、初期段階は志望動機ってそのままでやればいいと思うんですね。ところが最終面接になってくると絞られてくるわけですよね。そうすると粒揃いになってくる。大企業とかって言ったら大体一般には100倍なんですよね、はい、合格率っていうのは 1% の合格率なんでですね、結構能力的にとか性格的にフィット感っていうのは同じぐらいだという風になってると思うんですね、はい、ということは同じ能力なんだったらやる気ある方が成果出しますよね、はい、能力かけるモチベーションが成果じゃないですか、はい、だから最後になったら志望動機、つまり入ってから頑張ってくれるかどうか、モチベーションを高くやってくれるかどうかっていうのが最後は結構重視されるっていうことなんですね、うん。志望動機のお話いただいたんですけど、はい、具体的にいい志望動機と悪い志望動機というのはどういうなのかっていうのを聞きたいです。面接官が本気度を見てるって感じなんですけど、それは実は3つの質問で測ってるんですね、はい、それは何かと言いますと、きっかけ、意見、行動家っていうふうによく言ってるんですけど、きっかけっていうのは何かというと、例えば環境問題に興味があって、その会社が環境問題に関する事業をやってると、それを私はやりたいんですみたいなのがあったとしますよね、はい、志望動機で。きっかけっていうのは何を聞くかというと、環境問題に対して興味を持ったきっかけは何ですかって聞くんですね。あんまり良くない例は、きっかけなんですかって聞いてるのにずっと理屈ばっかり喋る人がいるんですね、うん、環境問題だったら2050年には世界の人口は100億人になると言われてますみたいな、その時に先進国並みの行動をすると地球が2個あっても足りないんですだからですみたいなね。これを聞くと面接官なんて思うかっていうと、そりゃそうだけどそれはあなたと何が関係あるのかみたいなね、それはみんなにとって同じじゃないですか、うん、なぜあなたはみんなも同じなのにそういう場面でなぜそれを軸に就職活動しているのかっていう説明には全然なってないわけですよ。自分のこと話してないわけですね。じゃあどういうのがいいかっていうと、ライフヒストリーとか言うんですけど、はい、自分の過去の生育史ですね、どんな環境で生まれ育ったとか、こういう出来事があったとか、こういう人に出会って影響を受けたとか、いろいろあるじゃないですか。それによって人間って価値観が形成されてきますよね。それを聞いて、なるほどそんな出来事があったんですね、はい、だったら環境問題に対してこの人は頑張ってくれそうだなっていうふうに思うと。2つ目は何かというと、意見、好きなこととかやりたいことなんだったらその領域に関するメジャーな問題ってありますよね。それに対して何か意見を持ってるよねって面接官は普通に仮説として思ってるわけですね、はい、環境問題だったら電気自動車とハイブリッドカー今論争になってますよね、どっちがいいとかね、はい、環境問題に興味ある人だったら答えが間違ってるあってるはどうでもいいんですけど、考えたことないとかっていうのはないと思うんですよ、ね、もっと言うとそんなメジャーな環境問題のテーマで何にも意見がないっていうのは、この人はそんな興味ないっていう判断なんですよ。それは合ってたり鋭いかったりすればもちろんプラスアルファでしょうけども、はい、むしろ自分なりの意見を持ってるかどうかっていうのがすごい重要となるんですね。私2社受けて1社最終で落ちてるんですけど、まさにこの意見のとこ聞かれて答えられなくて落ちたなって感じするので大事だと思います。
3つ目はこれもしかしたら一番重要かもしれないんですけど、はい、行動化っていうのはアクションで起こしてるかどうかっていうことなんですけど、うん、好きなことなんだったらなんか行動に移すよね、うん、好きで好きでたまらないって思ったままじっとしてるっておかしいでしょっていう話で、例えば環境問題に興味があるんだったらそれに関係することで小さいことでもいいので行動に移してることありますかって必ず聞くんですよ。たまにあるのが今のところはまだないんですけど御社に入ったら頑張りますみたいな。なわけないでしょ。社会人って基本的に行動してなんぼじゃないですか、うん、思ってるだけなのに行動に移さないっていうのはかなりマイナス要素だったわけですね、はい、3つの今の質問のうちで行動化っていうのが一番重要だっていうのはそういうことで、この人は好きなことであるにもかかわらず行動に移さないんだったら、うん、好きじゃないことなんてもっと移さないよねと。面接で自分はこういうことが好きだとかこういうことやりたいとかっていうのってまあまあリスクあるんですね。やりたいんだ、具体的に何やってるのってすぐ聞かれるんで、対策で言うと必ず志望動機に関してはきっかけ意見行動かっていうのを聞かれるので、なんて答えるか自問自答して、あるいは聞かれなかったとしても自分から言うような感じの事前準備をしておくと、この人本気だなみたいな感じがするんでいいんじゃないかなと。ありがとうございます。他にこういうこと聞かれるとか、こういうとこ見られてるっていうのがあったりしますか？もう一つありまして、はい、先ほど能力とか性格が粒通りだから最後のもう一個のやつとしてやる気がどれぐらい出るかってことで志望動機重要度が高いって言いましたけど、はい、とは言っても能力性格の部分のレベル感をちゃんと伝えるっていうのが重要になってくるわけですよね。具体的にどうやったらレベル感っていうのは伝わるんでしょうか？それがですね、多くの人は間違ってるのが結果自慢大会だと。私はこんな結果を出しましたと、はい、じゃあ何でそのレベル感測ってるんですかって言ったら、何かを成し遂げた話を大体するわけじゃないですか。その時に乗り越えてきたものが何か、ここで測るんですよね。どんな障害があったのかとか、どんな壁があったのかとか、想定外のねことが何が起こったとか、大変な苦労を乗り越えて何かやった、うん、このエピソードを選んどく方が相手が確実にレベルが高いなっていう風に判断してもらえるってことなので、そういうのを選んでみたらどうかなって思いますね。最終面接前にどういう対策をすればいいのか教えてください。特にレベル感とかなんですけど、レベル感って人が評価するものだったりとかするじゃないですか、はい、なので人に何か聞いてもらって、それって世の中的にすごいのかすごくないのかとかっていうのは聞いてもらった方がいいと思うんですよね、はいはい、やりきる力っていうのを伝えたかった時に、やりきる力が自分の得意技なんだったらいろんなやりきったエピソードがあるはずなんですけど、はい、どれを言ったらすごいと思ってもらえるのか、程度が伝わるのかって自分では分からなかったりすると思うんですよ。全く知らない人がその話を聞いてもらって、そんなことができたんだったらやりきる力半端ないねみたいな感じで思ってもらえるエピソードがどれなのかっていうのを他の人に聞いてもらって、レベル感がどれぐらいよく伝わるかっていうのはフィードバックをもらった方がいいと思いますね。よく言われるのが、最終面接前に企業情報とか調べていった方がいろいろ聞かれる場合もあるからみたいなことを言われたりすると思うんですけど、どこまで調べてたんですか？まあもちろん調べるに越したことはないと思うんですね、はい、でも調べようと思ったら、特に大企業なんかって言ったらものすごいいろんな情報があって、ちょっとグーグルだけでもいろんなニュースが出てきて、はい、ますよね。それを全部覚えてないとダメかっていうと、そのチェックをするっていうのはあんまないです。調べておくことに越したことはないし、逆質問とかするときとかにネタとしてね、まあ、言えるっていうこともあると思うので悪くはないんですけど、むしろ僕は事前に会社のことを調べることによって、どんだけ自分は調べてきたぞっていうのを披露する回にならないかが心配。面接は常に自分のことを伝えなきゃいけないのに、俺はこんだけ調べてきたぞ感を出そうと思って会社のことをブワーって喋ったら、向こうは全部知ってるわけですよ。確かに勉強してきたことは分かると、でもあなたのことは分かんなかったねってことになってしまうので、勉強はするんだけれども、勉強したことをどう使うかっていうと、逆に何も言わなくていいんですよ、はい、自分のことを話した方がいいです、はい、ということで本日は最終面接で見られてるポイントと、どういう風に対策していけばいいのかっていうのを澤さんに聞いていきました。これから本選考増えてきて、最終面接の機会もどんどん増えてくると思いますので、今日澤さんにお話しいただいた志望動機の話と、レベル感は障壁が大きい方が伝わりやすいみたいな話だったんですけど、そこら辺もう一回見返して最終面接前の対策に生かしてもらえればなと思います。ということで澤さん、本日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。